増税メガネこと現岸田首相の北朝鮮訪問が突然報じられました。そんな中、日本の F3 戦闘機開発が注目を集め、2030年には初号機の製造開始という情報を入手しました。今回は、日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年日本 F3 戦闘機完成予定について見ていきます。日本が独自に設計したエンジン新進や XF9 を量産していけばいいのでは、という意見が多いようです。2035年から退役予定になっている F2 戦闘機後継の次期戦闘機の開発ですが、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、これまで単独での戦闘機開発の経験に乏しい日本だけで、次世代戦闘機を純国産で開発するにはかなり難しいと予想されました。とこで、戦闘機開発における最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となり、協力企業としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社が挙げられていたのです。この3社の中では、すでに航空自衛隊に導入されている F-35 ライトニング2や世界最強とも言われている F-22 ラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績を持ち、F-2 戦闘機のベースとなった F-16 ファイティングファルコンの開発元でもあるロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定され、さらに次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども共同で開発を進めているレーダーやエンジンなどと同様に協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし問題がありました。ロッキードとの技術提携には F-22 や F-35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が膨らみましたが、かつて同社の F-16 をベースとして開発した F-2 戦闘機の重要システムの肝心な部分の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたので、次期戦闘機に関しても同様の状況が懸念されていたのです。一方、イギリスはユーロファイタータイフーンの後継機種として次期戦闘機テンペストをイタリア・スウェーデンと共に共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座をフランス・ドイツ・スペインの共同開発による F キャスと争っていました。イギリスはテンペストの開発費用確保と経費削減を狙ってテンペストと同時期に次期戦闘機収益を目指している日本に接近していたと推測され、日本はロッキード・マーティンとの技術提携を不安視しているので両者の思惑が一致したわけです。これによって2022年5月日本政府関係者は、政府がこれまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向ということを明らかにしました。この方針転換の背景について、軍事評論家などが理由を考えているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでおらず、ロッキード・マーティンの関心が低く、技術提携に乗り気ではないということ、次期戦闘機との連携度は高くはなかったのです。イギリスとは、テンペストと次期戦闘機の開発時期がほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることを理由として挙げるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化して、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表。日本とイギリスにイタリアが加わった理由については、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F-35 を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の複数の政府関係者は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合し、
共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったと明らかにし、イタリアが参画することも公表しました。そして、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代ジェット戦闘機の共同開発プログラムとして、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムを立ち上げ、共通のジェット戦闘機を共同開発して配備することを発表。2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用など分担詳細を決定し、2030年に初号機の製造をスタートし、2035年には納入するというスケジュールを明らかにしました。GCAP に参加する企業ですが、日本は三菱重工業が主契約者となり、三菱電機が電子機器担当、イギリスの主契約者は、BAE システムズでエンジン開発担当としてロールスロイス、ミサイル開発には、MBDA UK となります。イタリアでは、レオナルド SPA が、主契約者で、イギリスにミサイル開発を担当する子会社のある MBDA が、ミサイル開発で参画しています。なお、GCAP に、サウジアラビアが参画を希望していると、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙が、2023年8月11日にスクープとして報じています。7月に、岸田首相がサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えていたと言われますが、2024年2月時点で、サウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルのガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンの風刺派による航海での西側諸国の民間船舶攻撃などの影響があるのではないかという推理もあるようです。2023年9月、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと、複数のメディアが報じていました。本部はイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しであることも伝え、同時に、3カ国間で、本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本政府は来年の通常国会に条約案を提出し採決する方針ということです。また、開発の中核となる日本の三菱重工業と、イギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド SPA は、政府間組織からの発注に基づき、機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能をイギリスに置き、初代トップはイタリア人が就任する方向とみられます。なお、政府間組織と JV のトップについては、数年ごとに3カ国から交代で就任するとされます。交代によって、人事と本部の所在地など、形式上3カ国のバランスを取った形になるわけですね。日本では、どちらの組織の本部もイギリスに置かれるので、日本政府がこれまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するのではという指摘もあります。しかし、その反面、戦闘機開発においては、イギリスに1日の長がありますし、開発に必要な技術を保持しているので、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあります。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたとされ、企業や研究機関がテンペストの開発のためにこれまでに結成したチームテンペストでは、イギリス政府から開発・製造コストを抑え、生産性、効率性、持続性を向上させる技術革新との要求を満たすべく、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も、可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実でシミュレーションで行うデジタルエンジニアリングを活用し、製造までの工程を自動化する方針を明らかにしました。これによって、BAE システムズでは、2020年、航空機開発・製造の拠点に、テンペストの開発・製造を行うインダストリー 4.0 ファクトリーを開設、3D プリンターを活用し、部品を製造、その試作品の展示を行っていることなどから、このファクトリーのあるイギリスに、
政府間組織と JV の本部を設置することは合理的であるという見方が大勢を占めているようです。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機と、イギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で、新たな戦闘機の共同開発を行うことが、正式に発表された。すでに12月に入った段階で、日本を含め、複数のマスメディアが、この状況を報じてきたが、9日、ようやく、公式に発表があり、日英での共同開発が、本格的に稼働する。今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはりアメリカとの共同開発が最も可能性が高いと、召されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を F-22 ラプター、そして F-35 ライトニング2と次々に世に送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援がマストと思われていたが、2020年末頃より別の可能性も囁かれ始めた。それは自国ではユーロファイタータイフーンの代替機の開発をテンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上できたのだ。もともと、イギリスが自国の BAE システムズ社を主管として言っているテンペスト計画には、これまでも日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが、自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが、大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の政治的な次期戦闘機をめぐる利害が図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う。実証事業をスタートさせ、前社からロールス・ロイス社、後社から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは、聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で、採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 に比して10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。
こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた機関部の開発への取り組みがある一方、日本で機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに次世代戦闘機に搭載するエンジンにはベースができている。それこそ IHI 社が現防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えうる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの主要な部分の研究から始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階、及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが、試作機の XF91 エンジンとして完成を見た。 IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは1機が2018年6月に防衛装備庁へと無事納入され、以後はおよそ2年間にわたってその動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界マと見ても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり、大型の部類に属するが、その仕様と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値は、いずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、
F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF-91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF-91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。